こんにちはなわけです今日もねククララッシュオブクランやっていいこうと思いますで今日はね何をお話したいかというと綺麗にねビビビっていうやつとあと魔法使いの塔マジシャンの塔っていうのこれが、えー、と4つ建設中でほぼほぼとは言わないけども防御力が低い状態なんだけどもこの状態で結構ねやっぱりあの完全無課金でも機能してきたかなっていうのをちょっとお見せしたいなと思って動画にしましたと。 でそ,の作りその防御の作りなんだけども基本的に、えー、と例えばここの,あのアーチャータワーなんだけどもじゃあここをどこがあのあの補助してるかっていうとここだよねこことかここだよねだからどこかが攻められてもどこかがそのフォローしてくれるっていう作り方がいいのかなでこれって完全無課金でできることなので私お金は使ってないのでなので まあうまくね、それらが運用でき始めてるなっていう、攻撃できないんですよ、攻撃できないあの設備が5つあったとしてもうまく機能してるなっていう、ただ、ちょっとこの、あのゴブリン系はね、あの金をパク金私と同じように、このゴブリン系は金をパクるだけ、資源をパクるだけのあれなんで、まあ、これは見ないとして、で、例えばこれとかではね、えっと41、41%、これも多分うまく機能してるんじゃないかな。はい。 でこういういうにねあの、体力のあるジャイアントが出てきたりあの壁無視してジャンプしてくるあの、ね、やついるけどもその設備を壊そうとしてもそこに攻撃している状態でまた違う設備があのフォローで攻撃してくれるだからなかなかその陣を壊せないっていう部分があるよねでアーチャーで弓をあのペチ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 あの、ね、遠隔攻撃やってるんだけども 結局の話、それもやっぱり、あの、そこの範囲をフォローしてるし、そこの長距離攻撃を、こっち側の長距離攻撃をあの攻撃されても、やっぱりそれをフォローできる装置っていうかね、設備があるということなので、まあ結構ね、あの、その魔法使いの塔があれば、すごい、さらに有利だったんだけども、まあうまい具合に機能してるかなという感じです。もうここでもうジャイアントは。 2体になってね、体力がいくらあろうが、まあ、そこら辺関係ねえよみたいなで今はその対空装備壊されて、えっと、アーチャータワー壊されたけどもさらにまたあの追撃でね右側の装置っていうかね設備が残ってるのでここでね相手方もうあの何て言うんだろう勝負,おあの勝負やめちゃうんだよね、まあ、1分40あるんだけども、まあ、そんな感じホームに戻ろう。 左側を反回しても右側で挽回ができるとでこれも見られるかなリプレイはいこれも多分面白そうなんじゃないかなで空中戦の場合だよね空中戦の場合どうなるかっていうと大体まあ心理的にね空中の場合だと空中のユニットを使う場合だとこの上側にねやっぱり出てくるんだよねあの本陣とかそのなんていうんだろうエリクサーとかそのお金とかが集まってるのが上の方だからただ えとこれはもう私が考えたあの防御をうまくうまくあの引っかかってくれてるパターンでまあ普通に死ぬよねって話だよね。であのドラゴン一人になると怒っちゃうドラゴンも倒せるし仮にそのアーチャーが来たとしてももうあの出た寸前にもう殺されるっていうこっちはもうあの撃退できるっていう状態の設備になってるんで。 で他にねあの出してももはや無駄だと思ってるので出さないとでポーションあのたか使っててちょっと私今見てなかったんだけどもあのスケルトン多分あの本人の本に出してきたんだけどもそれももう瞬殺だよねあとはこれかなリプレイで見られるのこれだね今ちょっとあのずらしてみたんだけどこれなんかすごいあの綺麗に決まるんじゃないかなうんで、まあ ババーーーリアアンとかアーチャー兵とかかチャ兵明らかに私よりもあの格上なんだよねレベルが8だからただ8だろうがえっ、ー、とねまあ7だろうがことごとくねあの出現しては倒されるっていううまい状態になってるんで多分そんなお金とかもねさっき見ていたておりお金とかもあの資源とかも稼げてないんじゃないかなうん。 これも完全に相手方は大分勝ちになってると思う。で、あと35号でしょ。で、35の弓じゃ、弓やアーチャー兵を出してきても、もうほぼ瞬殺だよね。はい。もうこれで決まりだよね。ということで、ほぼ、ほぼ、 無傷の状態でいつも話している通り私無傷で買い当てるとは思ってないのである程度の犠牲はやっぱりあの覚悟して戦ってるんだけども、まあ、それがねあの3戦ともうまくいったんでその0%でねあ負けました負けましたってポイントを無理やりつけられて後からね動画が動画っていうかねリプレイが見れなくなるよりは、まあ、最初にね今の私のこのお城の状態無課金で どこまで機能するのかなというのをお話しさせてもらいましたそれではおやすみなさい